はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。ラップ TV です。本日も太陽に2023年11月27日にまたしても現れました全長70万キロの巨大十字型 UFO を皆さんに今日はご紹介したいと思います。これは私のチャンネル登録者さん K 氏が送ってくれた情報をもとに今日は作ってみました。皆さんと一緒にこれは何なのか、果たして全長70万キロのこの十字型の UFO を見ていきたいと思います。最後にこれの現れる映像も入手しましたので、皆さんにご紹介しますので、最後まで見てください。では、画像の方からです。どうぞ。こちらがその日にちです。2023年11月27日。まだ1週間も経ってませんよね。今日投稿しているのが11月、12月2日となりますので、まあ1週間も経ってないと。いったところで2023年11月27日18時30分この設定で見ることができます。このビアのリンクも下の概要欄に貼っときますので、タブレットもしくはパソコンで見てみてください。この日にちの設定に合わせれば見ることができます。これがその現れたK氏が見つけた十字型の、UFO、十字架のようにも見えますし、ドラえもんのタケコプターのような形をしているようにも見えます。実際は細いような感じで、真ん中に芯のようなものが見えますので、これはダブって映っているのか、回転しているのか、そのように映っているのかがまだわかりませんが、そのように映っております。かなり大きいサイズとなります。サイズもアーススケールで測っておりますので、後で詳しく見ていきます。そしてこの辺にも何かブーメラン型 UFO も現れております。今日はこのブーメラン型 UFO は置いといて、このK氏が見つけた、太陽より結構離れておりますが、太陽より10個分ぐらい離れたところの上空に現れているこの珍しい十字架型、ドラえもんのタケコプターのような形をしたものが現れております。この羽から羽の翼の長さが約70万キロ全長あります。これがそれですね。これがバースケールで測ったものです。70万キロより大きいような気がしますが、約宇宙空間ではこの望遠鏡側にあるか太陽の向こう側にあるかによって大きさが変わりますので、明らかに正確な数字ではないということだけは皆さんにお断りしておきたいと思います。この前後だと思います。極端に小さければこんなにはっきりは映りませんので、地球よりはるかに大きいということだけは確かなようです。はい、そして次の映像、そしてこれ拡大したところです。拡大するとね、真ん中にこのはっきり白く輝く十字架のような鍵のような形をしたものが飛んでいることがわかると思います。これは映像によるブレで若干この辺はつながっていないように見えますが、これは一本線です。そしてこうで四角いものがこの頂点の部分にあります。居住空間なのか、コクピットなのか、操縦席部分なのか、下にも2つ突起物、四角いものが見えております。そして真ん中に明らかにこうパイプ状のこのものが、物体がスッと長く十字に走っているといった感じです。遠くから見るとドラえもんの何かタケコプターのような形をしております。それとそれより時間を置いて同じ日にちの12時43分にもちょうどにここにいつもよく現れる UFO が左方向から現れているところです。この映像もね、動画の中に映り込んでおりますので、皆さんお見逃しなく見てください。実際にヘリオビアで見ると、ヘリオビア2つのビアがあって、こちらは軽い方のビアなんでこちらでお見せしております。太陽の大きさでヘリオビアでラスコ C3 で見るとですね、この大きなフィルターがかかってますよね。これが太陽の大きさではなくて、これが実際の太陽の大きさ、約直径140万キロというふうになりますので、皆さんこの太陽のね、この黒い部分が太陽の直径と思ってある方がおりますので、これは太陽観測衛星の、フィルターですね。明るさを消すためのフィルターです。そしてこれが実際の太陽の大きさとなります。フィルターは二回り、三回り、ぐらい大きいフィルターがかかっているということで、実際太陽の大きさはこれとなりますので、この UFO は一概に比べられませんが、横に持ってくると太陽の3分の1ぐらいの大きさの全長があるということになります。そしてこれが拡大したものですね。右側、太陽より、太陽の10個分斜め上に現れた、これが今回ケイシが見つけたこの十字架型の UFO となります。これですね。12月に入ってクリスマスも近いんですが、果たしてそういった関係があるのでしょうか。それともこの部分が回転しているのでしょうかね。この部分がどうもこことここの段差があるみたいで、ちょうどヘリコプターのように回転しているのかもしれません。それは私のあくまでも推測となります。皆さんどう思われますか。これが拡大したもの、芯のようなものがあって丸い、そしてこことここはやはりずれてますので、これ回転していると思った方がいいのか、それともこれは回転するというより、ここのところが自動的にこの360度好きな位置に、向きを変えていろんな形に変えられるものなのでしょうか。皆さんの、今まで太陽シリーズを見てきた方の、コメント、推測お待ちしております。これが太陽のフレアですね。一番すごいものはこれだけ、小さなプラズマ粒子というかフレアがこれだけ飛んでますよね。そしてこれがその次の測っているところですね。70万キロと拡大写真となります。そしてこれ比べてください。こういったものが太陽のところに頻繁に現れているということです。これもね、過去に1回ぐらい目撃されておりますので、最近また現れたこの十字架型のUFO というふうになります。果たして彼らは太陽に何の目的で最近頻繁に現れているのでしょうか。あるその2チャンネルとかの投稿には、地球はアセンション、次元上昇している時期だと、変わる時期だといった、そういったいろんなの YouTube に動画の中に流れているものありますが、そういったのが関係しているのでしょうか。皆さんスピリチュアルに詳しい方は是非そういったコメントもお寄せください。そしていよいよその実際の、このがビュアーですね。ここをクリックするとカレンダーが出てきますので、ノーベンバーの2023、27を順番に設定してください。そしてここをクリックすると時間が出てきます。分が出てきて秒が出ますので、18時30分ちょうどにすると見ることができます。こちらの方が軽いビュアーの方なんで、こちらのビュアーで見た方がいいと思います。そしていよいよ皆さん見てきました。これ拡大しますよ。これで拡大、最大拡大しますとこんな風になりますが、モザイクが出てしまいますので、だいたいこれぐらいにすると、ちょうどいいかと思います。かなり大きなもの、もう一度測ってみます。これが70万キロ、ちょうど70万キロの端から端、この翼の部分があるということで、下方向にも約70万キロの長さがあるものがかなり巨大です。もう70万キロといえば実際太陽の半分ということになります。直径がかなり大きいもの、地球を出しますともう地球は見えません。こういうふうに小さな点ですね。もうゴミかホコリぐらいしか見えない点です。素粒子のように見える、もうほんの点になるということになります。これが70万キロの大きさの物体の巨大 UFO 十字型のものが現れているというものになります。ドラえもんのタケコプターの上の部分だけが飛んでいるような形の不思議な形をしております。それではケイシが見つけたこれ動画映像も入手しましたので、最後にこれを見ながらナレーションしながら終わりたいと思います。では気をつけて1回だけ再生しますので、見逃しなく見てください。この辺に現れます。他のところも見ればかなり他の巨大 UFO も現れてます。今、はい、右方向とかも、はい、今左方向です。気をつけてみると、はい、いろんなところに現れています。左から右にこう平行に流れているのは惑星とかそういった星々というふうになります。はい、瞬間にピタッと現れるのが流れ星だったり流星だったり、そしてまあその中に巨大 UFO もあるということになります。果たして私たち宇宙は2次元なのでしょうか。果たしてアセンションして、まあ、地球人も次元上昇するのでしょうか。そういったこと、最近は不思議な情報がたくさん YouTube 動画の中に上がってますよね。皆さんスピリチュアル的なものを信じますか？また宇宙、皆さんわからないことだらけですよね。そういったわけで、まあ、今後もこの宇宙シリーズ不思議なものを見つけたら皆さんに投稿していきたいと思います。スピリチュアルに詳しい方もぜひコメントください。そういったわけで今日はケイシが見つけた十字型の UFO、 11月27日に現れた UFO のスーパーズーム再生映像を見ながらお別れしたいと思います。一瞬ですのでお見逃しなく。また不思議なもの見つかりましたら皆さんにご紹介したいと思います。ではまた次回お会いしましょう。ラピッ TV でした。